こんにちは、賛否両論の笠原です。今日はですね、鶏と相性のいいこのごぼうをですね、すりおろして使うというですね、ちょっとそんなの笠原大丈夫かとテレビの前の皆さん今思ったと思うんでしょうけど、すごい美味しいですね、鶏のごぼうの合わせた料理を作りたいと思いますので、ぜひ今日お楽しみください。笠原流鶏のごぼう照り焼き、一つ目のポイント、肉の下準備とタレ作り。ではですね、まず鶏のもも肉、これの処理の仕方ね、これをお教えしますね。まずですね、この皮とか脂っていうのは僕はそんなに神経質に取らなくていいと思うんですね。なぜなら美味しい部分だから、整える程度でいいですよ。さささっと少しで、ね、一番僕がね、皆さんに気にしてほしいのはですね、こう触ると分かるんですけどもね、少しね骨がついてる場合があるんですね。これやはり鶏の骨硬いですからね、そのまま食べてしまうと特にね、お子様なんか危ないですから、そこだけ僕はね取ってほしいと思うんですね。それでですね、もう一つ、これはですね、最近僕も編み出した笠原スペシャルの技なんですけどね、これをお教えします。鶏ももの小肉買ってきましたね、大体まな板の上に置いてこう見てもらうとね、皆さん真ん中の部分がね、ちょっとここね空洞というか肉がない部分あるんですね。でその反面、どうしてもねここにですね肉が盛り上がった部分ができるんですね、筋肉質の部分だ。要は極端に言えば、もうここは薄いのにここは厚いと、これをですね、なんと僕は解決しましたこの盛り上がってる部分、これね焼き鳥屋さんなんかだとね、ソリと言われてね、これだけで串になったりとかしてる部分でね、ちょっとね歯ごたえがあって美味しい部分です。ここをね、僕はもう先ね切り落としてしまうんですね。そう、ここが薄くなりますよね。でこのソリの部分、ここをペタンとここに入れてしまうと、そして皆さん、あら不思議、ほぼ均一の厚さになりますね。これはもう美味しく焼く一個のねポイントですから、覚えておいてください。鶏もも肉は薄い部分に厚い部分を足して厚さを均一にしておきましょう。ではごぼうをすりおろしていきますね。まあ、これちょっとね時間も力もかかりますから、これお父さんにやってもらうといいかもしれないね。香りがすごい立つ、結構皆さんこれ疲れますからね、頑張ってください、ね、ごぼうおろし終わりました、ね、こんな感じになります。ちょっと一見ね、なんだこれはと皆さん思うでしょうけどもね、これがごぼうのすりおろしでございます。そしてタレ作り、笠原流の黄金比は酒、醤油、みりん、水を大さじ2ずつ合わせ、砂糖を小さじ1加えます。でさらにここに今日は先ほどすりおろしたごぼう、これを混ぜ込んでしまいます。このねごぼう風味の照り焼きのタレ、これとても美味しいです。まず鶏とごぼうね、これはもうね本当に鉄板の組み合わせです。日本料理でもよく組み合わせますね。でね、このごぼうをねこういうソースみたいに使うっていうのはですね、フランス料理なんかではよくやってるんですね。これもとても美味しいです。おつまみにもおかずにもどちらにもなるような味付けになってますからね、楽しみにしてください。笠原流鶏のごぼう照り焼き、2つ目のポイントは焼き方。皮はパリッと、身はジューシーに。それではね、鶏を焼いていきますけどもね、このね鶏の照り焼き、いかにこのもものねお肉の皮目をパリッと焼くか、もうここにねほぼ9割かかってます。まずね、じゃあフライパンに油敷きますよ。でこのねももの小肉、皮目からここに入れていくかと思いきや、笠原を舐めてもらっちゃ困りますよ。フライパン一回下ろしますよ、ガスから。でここでしっかりとこのねもも肉の皮目の部分をフライパンにピシッと押し付けてあげます。皮面全体がフライパンのねそこにピシッとこう密着するように、ここで優しく、それから火にかけます。これだったらね焦る必要なしですね。これでいきましょう、火加減中火でいきます。縁が白っぽくなるまで触らず、じっくり中火で焼きます。縁の方がペヤーっと白くなってきますからね、この縁の白さがこうねだんだん肉の半分ぐらいまで上がってきたら、そのあたりでじゃあそろそろねチェックしてあげましょうかね。あー、いいじゃないですか、これですよ皆さん、じっくり待った甲斐がありましたね。だいたいイメージとしては皆さん、皮の方から7割は焼いてくださいね。
それで身の方から残り3割火を入れる。でこうねひっくり返したら身の方から火入れるときはですね、ね皮がない分直接身に火が入りますから少し火は弱くしてあげます。弱火にして余分な油を拭き取る。このひと手間で美味しさアップ。はい、じゃあね身の方からねじっくりと焼いてこうね鶏肉がちょっとぷくっとこうね弾力が出てきたあたり、先ほど作っといたごぼうのすりおろしを混ぜた照り焼きだれ、これ入れますよ。ジューッと。ただねこのごぼうは要はね生の状態ですから火入れてあげたいんでね、こうフライパンにまんべんなくごぼうが行き当たるようにしてくださいね。火加減を少しね、今あの身の方を弱火にして焼いてましたからちょっと中火ぐらいに戻しましょう。ここでねあとはじっくりとこれで煮詰めていきますからね。ごぼうに火を入れながらタレを煮詰めていくようなイメージです。あいい香りですね。このねごぼうのこう何ですかね、ちょっとこう土の香りというんですかね、これがふわーんと漂ってきます。火力を中火に戻しタレが半分になるまで鶏と一緒に煮詰めていきます。はい、ではねだいぶ水分がねこう煮詰まってきて分かりますかね。今までかなりシャバシャバと水分多かったのがもうかなりこのねごぼうの、ね、ペースト状だけのところになってきて、これぐらいに煮詰まったらちょっとこうね皮の方にも少しパリッと絡めてあげるようなイメージですね。全体にごぼうソースを絡める。もうほとんどね水分ない、これぐらいでいいですよ。これぐらいまで煮絡めたらもう完成です。このねタレを煮絡めてる時にも十分これで火入ってますからね、でも中が火通ってないって心配もないです。はい、じゃあこれぐらいで火止めます。はい、ではね切り分けますよ、ね、一口大に切り分けてあげます。ね、すごいほらジューシーに火が入ってるの分かりますか。いい感じです ね肉汁がジュワッと染み出る感じ。盛り付けます。そしたらこのね美味しいごぼうソースをたっぷりと ね、 もうねこれ十分これで美味しいんですけれども、さらにまあね美味しい組み合わせとしてこれ刻んだ三つ葉を混ぜた大根おろし、ね、こんなのまたいいですよ。三つ葉とねごぼうの風味とも相性いいですから。あとですよ、もう絶対美味しい組み合わせ、これ市販の温泉卵買ってきました、ね、これをほらポンと添えてあげたらどうですか。これを絡めて食べていただいたら向かうところ敵なしですね。鶏もも肉のごぼう照り焼き完成です。美味しそうですね。ご飯が進む甘辛さにごぼうの優しい香りと食感が加わった笠原流鶏のごぼう照り焼き。それではいただきたいと思います。ああごぼうの香りがたまんないですね、これはね。いただきます。うん、うまい。鶏とごぼうってこんなに相性がいいんだなって間違いなく皆さん思いますからね。でね皆さんこれね冷めても美味しいですからね、お弁当なんかに入れるのもねぴったりだと思いますし、あともうこれねもうごぼうのこのタレごとドーンとご飯に乗っけて丼にしてもいいと思います。いろいろ楽しんでください。今日はちょっとね僕の秘伝をいっぱい教えすぎちゃったかもしれないですけど、ぜひ試してみてください。笠原でした。一味違う鶏の照り焼きをぜひ。テキスト8・9月号にはごぼう以外の笠原流照り焼きも掲載されています。